だからイメージトレーニングでできてしまうことばっかりで、実はイメージトレーニングでやったことって今このことだけです。私は。あ、そうなの、うん、でもこれ考えたら良くなりそう。なるよ。変なこと考えへんもん、うん、そうそうそう。だ、いいよ。イメトレできるし、部屋でもクラブ一本あったら素振りできるし、そう。いや、いいわこれ。でも私も最近これ始まりで練習始めてます。いやー、うるせえ。いや、見たことない、そんな。え、言ったやん、自分が。あ、また、ゆみさんじゃない、今。言いましたよね、でも。何を？自分が。何が？これで、あの、やっていってっていう話したやん。うん。じゃあやってるやろ。やってないやろ。やってんね。やらないのがあなたですから。あ、あ、やめなさい。あ、罰金ですよ。何が？そんな罰金なかったよ。ありますよ、そんなもん。あ、作んだ、勝手に。おちょくりと暴力はね。おちょくりな。こないだ156飛んだ時もあれギリギリおちょくりちゃいますの。いや、あれ違うよ。いや、もう完全に耐えた。ちょっと調子に乗って当たり悪いっす。今のだけな。そう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 、いいでしょ。いいですね。これだってほら、もう今の超音で練習だけでいいよ、ほんま。マジでマジで超音で師範超えました。ほんまやな。ハーフショット、ほんま。あ、これで。じゃあ続けてパーンって打ってみて。はい、はい。これ超えましたね。あ、師範超えました。あ、オッケーオッケー。さあ、実は、はい、あなたの問題はこれじゃないんです。何ですか？ここまではオッケーですよ。144ヤード、はい、ね、多分もっとスムーズにポンといったらこれで多分150いけます。低い球で、ね、あなたが高い球は何ですか？高い球、はあ、ドライバーとか。そうですね。これがちょっとドライバーでいけるかどうか。これ、そうやな。もしこの今やってるチェックのドリルをそのままドライバーでいって、うん、球が低くなって、今はそんなに距離が出なくても、まあ、ラン入れて210とか、うん、ここで打てれば、うん、本番でちょっと大きくなってパンって打っても多分上がると思います、うん、じゃあちょっとそれいきましょう。いきます。ドライバーね、やっぱりなんかちょっとこう手が出ちゃうんやろな、まだ。未だに。いや、多分ね、やっぱヘッドインサイド入ってます、うん、入ってるやろな。これはやっぱり自分の手の位置から長いと、うん、あのこう後ろから打ちたくなるんです。わかる、ちゃわかる。これハーフでやっていい？これさ、じゃあちょっとあのなんていうの、本能がどう思ってるかちょっとアドレスしてください。はい、いいですか。これ当たりそうな気がする。打ってて、打とうとして、テイクバック、テイクバックもそうやし、ショットでこのボール邪魔。OK。じゃあこのボール邪魔、邪魔じゃない、全然。せやろ。ってことはこっちから来てんね。でも前よりそのめっちゃではないかも、うん、まあ多分悪かったらこれ当たると思う。当たれると思う、まあ、私もちょっといいや、うん、傷つくから。でもほんまはこう気味に来た方がいい、うん、うんうんうん、確かに、うん、じゃあちょっと構えて、はい、テイクバックして、 OK、 そのまま追ってな。
そこから打とうとしたらこのボール邪魔。まあ、ギリ。オッケー、構えて、はい、もう一回いくで。いやでもすんな、私ここでするわ。テイクバックして。この位置からやったら。この位置からやったら。大丈夫やろ。全然。そうやね。この位置は。ほんまにここ重要やね。何やろ、不思議やな。いやいや、それは当たれ。これが見とけよ。このまま。うん。これはアイヤ、イヤやろ、うんうん、これアイヤの時説明したみたいに遅れるとこう出てくるからこう、うん、イヤやな、うん、すごい。それぐらい大事やし、お前もちゃんとか感じてるっていうこと、うん、はい、だからこのハーフスイングの練習しましょう。はい、あ、ダメ、これダメ、下、もっと下、あ、もっと下、そう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 、はい、そこからターン、こっからターン難しいね、あれ掴まらへんような気がするから。うん、そうやな。でも掴まらんでもいいねん。はい、そう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 、はい、な、そう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 、でも捕まえに行ったけど、まあ、うん、な、分かるんや、わかるよ。ガンなってもいい、プロ、プロはプロ。うまい。じゃあ続けていく。はい。今の振り幅。そうそう、今の振り。今中入ってるんですよ。手元から離れるとなかなか難しい。あ、止まっちゃった、うん、イメトレ、イメトレ、そんな飛ばす必要ない、今のでいいです、別に飛ばす必要ない、ちょっと期待するでしょ、期待する、頭を期待しちゃダメです、ただの練習ですから。そうそうそう、うん、どう今の、まあいいです。じゃあちょっと左腕が地面と平行ぐらい、はい、そうですね、はい、この位置から気持ち悪いわ、うん、めっちゃアイアンより気持ち悪いやろ、あれでいい、あれでいい、右飛んで、右飛んで、まだそのドライバーでこうボールにこうコンタクトして、これをクラブヘッドがしなって、うん、パーンとボールを捕まえるまでの力がやっぱり一回止めてるから生まれてない、うん、はい、いい、それを必ずターンする、なるほどね、ミスショットで構わずターンする、問題は続けて打つときやから、そう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 、じゃあ、はい、左腕が地面と平行で続けてパンパーンと打ちましょう。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お